おはようございます、こんにちは、こんばんは、けいかです。今日は春の味覚たけのこを取りに行ってみるぞ。行くぞ。では出発。毎年のことですが、たけのこを掘りに行くときに定番のスタイル、頭にタオルでございます。正面をご覧ください。ご存知の方もあろうかと思いますが、ここは一面竹林でした。この冬の大雪で竹が隣のお宅に倒れてしまってご迷惑をおかけしました。このままじゃいけないなということで竹を切ったんですよ。竹の子ポイントに到着しました。出てますよ、ほら。これこれ、出てる、ちっちゃい。こっちにもほら、嬉しいな、取り放題だぞ。じゃあ早速掘ってみましょう。御幾光桜が満開を迎える頃、タケノコの収穫が始まります。御幾光桜というのは緑色の桜のことです。リンクを貼っておきますから、そちらもチェックしてみてくださいね。やったー、それ。タケノコの成長ってすごく早いのご存知ですか？ちょっと出たかなと思うと、次の日にはグググググって伸びちゃうんですよ。ほんの数日目を離しただけで立派な竹林になっちゃうんですよ。角度を変えて、ここからならいけるか。よいしょ、それそれ、どうだ。うわあ、あー、やっと取れた。タケノコは頭をちょっと出したとき見つけたらすぐに掘らないと。ちょっと切れちゃったかも。連休はお仕事がたくさんあって忙しい時期なのですが、タケノコも見張っていてしっかり手入れをしないといけません。見つけたら掘る、見つけたら掘るです。取れました。次のポイントに行ってみよう。ポイントに到着、行くぞ。タケノコ掘りというと、クワのような道具とか周りをきれいにする道具、いろんな道具があると思いますが、私の場合はスコップ1本ですよ。ずっとこれです。いつものお道具です。取るぞ。出てるかな、ここかな。お、あ、いたいた、これだ。よいしょよいしょ。ありゃ、ダメだ、硬くて切り株のそばでスコップが入らなかったので、次に行ってみます。この竹林、ちょっと明るくなったのにお気づきの方もあるかもしれません。竹林の中にあった杉をだいぶ切りましたよ。後ろの方に切り株がところどころ映っていると思います。杉の木の伐採の動画は今編集中です。公開をお楽しみに。取れました。もう一本取れた、よっしゃ。
ここで大物を発見しましたよ。取れるかな？よいしょっと。角度を変えて、よし、それ、それ、えいや、取れました。赤いプチプチは根っこですよ。よし。猫つきです。上手に取れた。イエイ。後半に差し掛かってだんだんタケノコ掘りにも慣れて上手に取れるようになってきましたよ。ご覧ください。じゃじゃーん。まんまる、太い、よっしゃ。タケノコの頭、ちっちゃいのがたくさん出てますよ。これもそう、こっちもそう、向こうにもいっぱい映ってます。よいしょ、それ、よいしょ。地上に出てる分は小さいのに、掘れたらこんなに大きい。ここで選手交代。カメラマンの流星さん、頑張れ、それ。2つゲットです。やりましたね。はい、取れましたよ。見てくれますか、こちら。あぶりだ。お、上手に取れました。やったぞ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。またね。